さんこんばんは、ともみんこと山崎ともみです。今夜はですね、私の憧れの大先輩である方が、ゲストに来ていただいております。もうリハーサルの時からもう感激しすぎて、もう鼻血が出そうでした。はい、ということで今夜もオイルインライフ始まります。はい、こんばんは、須田大輔です。どうしたの、たどたどしいですか。オイルインライフ、はい、ボリューム5、はい、ちょっと1ヶ月ぶりぐらいですね。はい、ルンルン片瀬しどるみです。はい、よろしくお願いします。ちょっと突っ込んでよ。まあいいや。はい、ルンルン、はい、ししどるみさん の、 ニックネームですよね。そうです、トモミンにかけてる。トモミンとルンルンがかかっている。そんなに真面目な。なんか久しぶりにあれなんですよ。僕、はい、ちょっとちょっと人と喋ってないんですか。人とは喋ってるんだけど、はい、ツイッターで会話することが多いので、はい、結構いろんな番組に出てたんですけど、ちょっと地震が起きてからですね、はい、あんまりちょっとこういうエンタメ系の番組には出てなくてですね、多分僕初めてだと思いますね。なんでちょっとなんか小粋なトークみたいなものが、まあ、前からできてなかったと思うけど、キュアみたいな、なんかそれをちょっとやるのにちょっと今日リハビリの第一歩目みたいなところでやっていきたいなと思ってるんですけど、すごいびっくりしたことがあるんですけど、はいはい、私今日ズラっていうか毎回、はい、ウィッグをつけてるんですけど、毎回なんかこの番組やるとき同じ髪型だなと思って、なんかコンセプチュアルにしてるのかなと思ってたんですけど、なんかドライヤーとかするとこうなると思ってたんでしょう。そうなんですよ、そうなんですよ。それに私は驚きましたね。そうです、これカツラなんですね。ウィッグって呼んで。カツラ、ズラ、ズラなんですよ。ズラ言うな。はい、今日は本当に私も大好きな大好きな先輩、はい、ゲストに、はい、岩尾純子さん。天使すぎて、マジで今日暴いてやろうかなって、うん、思ってます。ねえ、いやなんかちょっとすごいですよね。なんか話をしていてももう日常的に喋ってる声がまず可愛らしいし、そうですよね。もうなんか すごいと思います。すごい、エアーカメラになってる。いやね、はい、なんかまあ本当にちょっとね、一回、まあ、本当に前回本当はカーネーションのね直江さんをお迎えしてやるはずだったのが、まあ、震災当日だったんですよね。震災当日だったんで、まあ、ちょっとさすがにこれはお互いちょっと危険もあるんでやりましょうって話してたんですけど、まあ、その後もやっぱこういうふうに我々自身がですね、日常的にいろんな番組をやっぱりやっていくことが多分大事だと思うんで、はい、まあ、オイルインライフもいろんなまだ予定がこの後も予定されているのを放送していきたいと思ってますし、はい、まあまあ直江さんにもまた機会を、ね、はい、見てもらえればなと思っておりますが、まあ、始める感じですか。オープニングのトークはこんな感じで大丈夫ですか。なんか僕ちょっとまだ全然エンジンがかかってないですけど、はい、いや、あ、ちょっと適当にやってください。面白い、最高です。じゃあ、はい、まずは演奏してもらおうかな。そうですね、はい、この綺麗な歌声を皆さんにお届けしたいと思います。はい、純子さんお願いします。お願いします。はい、皆さん、オイルインライフをご覧の皆さんこんばんは。はじめましての方もたくさんいらっしゃると思います。岩尾純子と申します。まずは1曲歌わせていただきます。私が作曲しました空の色、聴いてください。子供の頃よくここで日暮れまで遊んだ。ポプラ並木渡る雲、懐かしい道たどる道、空を見上げてると風が教えてくれた。
大丈夫さ、君はよくやってる。ご覧、君の描く未来、両手広げて手招くよ。風も花も光を帯び、君の旅立ちを祝ってる。いろんなこと拝見させていただいているの で、ね、なんか初めてな感じがする。実はあれですよね、ニコ生仲間みたいなところ。そうですね、ニコ生仲間って。なんかリュウさんがずっとリュウさんしか映ってなかったの。あ、そうなんですよかったらいらっしゃってください。はい、ごめんね、話が終わってしまう。せっかくなんでちょっと、いや、ルミちゃんとも久しぶり、はい、ね、去年の12月以来で、うん、ですよね、うん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。河村ルミさんです。ね、カメラリーさんです、うん、はい、よろしくお願いします。ウィッグがずれてます。ずれてじゃあちょっと立ち話もなんですから。はい、すみません。はい、わー、すごい素敵なスタジオで。今ちょっとあのツイッターで曲名を報告に、はい、ありがとうございます。空の色という、陽さんが作曲されたんです。はい、私が曲を作って、はい、でシンガーソングライターの愛想春日さんという、はい、私の憧れの大先輩ですけれども、愛想春日さんに作詞をお願いしました。それで、はい、いつぐらいに作られた曲なんですか。
これはね2005年なんです。2005年にあの発売したミニアルバムの中に収録して、今それをあのこれあの聞きたい人はどうすればいいんですか。これはアマゾンで今探したら買えない、はい、状況だったんですけど、それ今、本来買えるはずなんですけど、はい、なんかねこのアルバムが、はい、まあ、ありがたいことに今ちょうどこう品切れで、あの嬉しいですね。なんかライブ会場でもこのアルバムを買ってくださる方が多くて、ね、今ちょっと会場でも品切れ状態、はい、今新しく作ってますので、あ、じゃあもう増産体制なので、はい、まあ、いずれまた買えるようになるそうですね。ちょっと待ってていただければと思います。アマゾンのページに僕のツイッターからさっきリンクをしたので、うん、多分入荷状況 E メールお知らせっていうのをやれば、はい、と思います。ありがとうございます。ということで嬉しい。いや、あ、初めてなんですよね。初めてですね。あの、ただ僕もあのそんなに僕アニメとか見る方ではないんですけど、はい、でもエヴァンゲリオンとか見てたんで、嬉しい。委員長ですよね。委員長ですよね。もういや、なんか不思議な感じですよね、うん、声としてはもう本当に聞いたことがある声の方が、うん、なんかあれなんですね、あの声優でそのアニメの時の声をやっているのとは違って、はい、もう普段からもうそういうなんか、うん、あの透き通る声というか、え、ありがとうございますなんかそう、あんまり役を演じてる感じがしませんって言われる時もあるんですけど、地声に近い役が多いので、うんうん、どっちかに分かれますよね。すごく器用な人は本当におばあちゃんから子供から何でも、男の人でも何でもできちゃう人もいるけど、うん、なんかヒロイン声なんですか。そうなの、うん、嬉しいなんかいろんなオーディションはあの受けてみたくて、自分でサンプルは作ってて、うん、すごく幅広くやってるつもりなんですけど、うん、そう、だいたいこう、あ、地声のままでみたいな感じになっちゃって、でもね、この、まあ、この春以降にあの全然地声じゃない役もどっから声出すのかなあのいただいたところなので、ちょっと、はい、楽しみ。まだそれ言えないんです。そうなんです。でも多分地声じゃないなってこうキャラ表を見て、ちょっと楽しみなの。悪い役ですか。あ、悪いのかどうかはちょっと分かんないんですよ、うん、まだねこのキャラクターですっていうのしか見てない。人間、ちょっとそれもまだ全然そんなに私も仕事がないからこう情報そう、純子さんと私は初めて会ったのが、はい、あの吉宗っていう作品で、ね、パチンコ吉宗っていうとなんか大河ドラマっぽいものではなく、はい、パチンコ、パチンコで吉宗っていうありますね、シリーズ、はいはい、それがアニメになって、うん、そんな風にそんなことになってるんですね。それいつぐらいですか。ありましたね、結構前ですよね。結構前よね、まあ、昔のパチンコですもんね。6年くらい6、7年前かな、に吉宗のパチンコの吉宗がアニメになって、うん、ね、ショコタンがデビューした時ですね。そうそうそう、主題歌歌ってて、それは、うん、あの地上波とかに流れたんですか。そうです、もちろんです。地上波で、はい、すごいパチンコメーカーすごいな。すごいです。それね、その吉宗の中でね、はい、あの姫役とみちゃんがちび姫役で、そう。そこで初めて、ね、共演だったの。はい、私は最初の第一印象はいかがでしたか。うん、私あのルミちゃんのことは、うん、あの本当にいろんな方からお話を聞いてたので、可愛い、とにかく可愛いってこう、ルミちゃんのファンの方が多いのね、私の周りに。それで、すごい可愛いから、もうこの世のものとは思えないからって聞いてたので、なんかスタジオで会った時に、あ、本当に天使だと思って、いやいやいや、本当になんかこう目がキラキラしてて、思わずこう見つめちゃったの、私。さっきでも楽屋でルンルンあれですよ、岩尾さん見て、うん、天使みたいって言ってましたよ。私なんか言われてるぐらいそんな感じのことを。正直あの純子さんも13歳ぐらいで、うん、あの歌を目指して東京に上京してくれたんでしょ。そうなんです、一人で、うん、一人で13歳。ご出身はどちらなんですか。大分県別府市なんですね。あの温泉でおなじみの、はい、うん、私は15歳だったんですけど、うん、やっぱ最初がちょっと芸能界的なところに純子さんもいましたよね。そう、あのセイント4の妹分、そう、セイント4の妹分まで知ってるの、すごい知ってたそれは僕あまだ生まれてない。そうです、そんなことない。え、本当そんなことないでしょ。そんなことないあのセイント4ってね、僕らが多分
中学生ぐらいの時かな、多分小学校か中学生になるぐらいの時にすごくありましたよね、その4人組のアイドルグループがあって、はい、まあ、それの、そう、最初は妹分でデビューする予定っていうか、コンサートの前に1曲歌わせていただいて、うん、それで、あとはこう一緒にレッスンを受けさせてもらったりとか、うん、それでも13歳の時に上京しようと思ったのは、うん、もう本当に歌が好きで 歌いたいと思われてたんですか。そうなんです、うん、翼をくださいという歌を小学校5年生の時に合唱団で歌って、うん、すごいこの歌を歌ってみたいって、うん、で私がそのもしも歌手でデビューできたら、うん、40代とか50代になった時にこの2番の歌詞をかみしめながら、子どもの頃夢見たことを、はい、今も同じ夢見ているっていう歌詞があるんだけど、うん、これをかみしめながら歌いたいんだみたいな、それを11歳の時に思ったんですか。13歳の時に思ってすごいませた13歳、ああの5年生のそう、まあ、だから13歳じゃなくて 10歳か11歳の時にそう思って、で私は学校でも勉強もそうだしスポーツもそうだしすごい遅いんですよ、こう飲み込みが、で入ってきてなんかとにかく私ものすごく人より遅いので、給食を食べるのもいつも最後だったし、マラソン大会とか学校であっても、うん、一番最後でこう頑張れとかってみんなにこう手拍子してもらいながら、うん、本当にとにかく何でもいつも最後の方だったから、まあ、おっとり型おっとり型なので、はい、何をするにもすごく時間がかかるだろうなと思って、だからすごく遅いデビューになってもいいから今から始めとかなくちゃと思って、それで、逆転の発想ですね。でもう50回100回オーディションを受けるつもりで、13歳の時に親に内緒でオーディションに申し込んだの、うん、そしたら最終審査があるので東京に来てくださいみたいになって、もう言わなくちゃいけなくなって、でまあおじいちゃんが背中を押してくれて、でまあ最終審査も受けさせてもらって、それで最初に受けたオーディションが合格をいただいたので、もうそれでじゃあもう一人単身状況 で、それじゃあ事務所みたいなところに所属して寮にみたいな感じで、そうなんです、すぐにもうレッスンが始まるので、うん、本当に必要最小限なものだけ持ってきて東京で生活できるところをまず探してくださいっていうような状況になって、親戚が江戸川区に住んでましたので、そちらにお世話になりながら中学校を転校して、うん、でレッスンに通ってます。なんかすごくルンルンと岩戸さんって共通してるところが多いというか、はい、まず最初芸能界、本当に芸能界でアイドルとして歌を歌って、うん、でそこから声優のお仕事をして、うん、っていう中でまた今シンガーソングライターの活動をしてるっていうところで、本当に、まあ、世代としてもねそんなに遠くもないし、だからなんかなんで声優になったんですかっていう質問をされると、はいって言われるね、別になったわけじゃないけどみたいな、いろいろしてるだけで、そういろいろしてたら声優というチャンスに巡り合ったの ね、うん、そうですね。最初に声優のお仕事に興味を持たれたのは何かきっかけがあったんですか。これはですね、私がグループを終えて、うん、単身でいろいろ歌のお姉さんの活動などをしながらアルバイトを東京駅のキオスクでしている時に、すごい具体的ですね制服を着て岩尾っていうネームプレートをつけてアルバイトしてたんですよ、はいはい、やっぱりどこかでチャンスが欲しいという気持ちでアルバイトをしてましたら、その声優のオーディションでキオスクでバイトしてた。そうなんですよ、岩尾ちゃんみたいな感じで昔お仕事した方が、うん、ああそうなんですね。あ、何やってんの？東京駅の売店だと東京駅は当然ね、いろいろな人が来るから、いろんな方が新幹線から降りてきてなんかたまたまじゃあキオスクで週刊誌でも買うかと思ったら、はい、あれみたいな。岩男って名字が珍しいので、珍しいですよね、だから知らない方も岩尾っていうのって声かけてくれるぐらい、だから知ってる方がここになんでどうしているのみたいな感じで不思議がりながらも、
あのオーディションあるからって、これもう最後のチャンスと思って受けなさいよって言ってくれて、それ何年ぐらいですか？それが私が23歳の時だったんですけど、90年代ですね。で93年かな。それで、そうなんです、歌の歌える声優さんということで今回募集してるから、受かったらヒロインでデビューできるし、イメージソングも歌えるチャンスがあるから、もう一回歌えるチャンスだよって言われて、でも歌うチャンスで声優のオーディション受けていいのかなってすごく悩んで、でももうこれにかけようって、もう迷ってる暇がなかったんですよ。もう荷造りして、今住んでるところのそのアパートの更新時期も迫っていて、もうこれでダメだったら私帰ろうぐらいの気持ちだったから、でもその93年ってね、インターネットもまだ全然来てない時で、そうですね、今だったらね、例えばじゃあチャンスをとか、いろんな人にね、チャンスを、いろんな人と出会ったりとか、あとなんかチャンスをね手に入れようと思ったらインターネットを使って、自分で歌ったりとか、応募するものをパソコンで検索して探してとかするじゃないですか、でもそれがな全くなかった時に、なんかいろんな人ともしかしたら出会えるかもと思って東京駅で働くってすごい発想じゃないですか。そうね、デパートの屋上で司会のお姉さんをやったりとか、そう、人目にとにかく触れるところに、そうなの、3つぐらいいろいろその掛け持ちというか出会ってて、もう本当に意識的にそれをやられていて、そうです、キヨスクは結構そうしたんですよね。キヨスクはでもね、別の場所でちょっとアルバイトしてる時にキヨスクのお話をいただいたので、これはすごいチャンスだと思って、でも普通あまりチャンスと思わないですよね。でもなんかすごい懐かしい人に会えるかもしれないと思ってたら実際会えたので、なんかちょっと雑談するようですけど、その東京駅のキオスク時代に、オーディションをね受けなよっていうのもすごいエピソードだと思いますけど、他になんかこんな面白い人がいたとか、こんな面白いことがあったみたいなエピソードだったりします？なんか坂東英二さんがやっぱり岩尾ちゃんって呼んでくれてなんかすごい、いつもなんかそこでいつもいろいろ心配してくれてっていうか、頑張りなさいよっていう、もちろん私が歌ってるとかも全く知らないんですけど、もう名前を見て、認識を、岩尾さんのことを認識されて応援してくれてたんですよ、すごいですね。頑張りなさいよってこう、お店に寄ってくれるたびに声をかけてくれてたなっていう、いい人じゃないですか、いい人だなと思ってバンドエイジさんですとかごめんなさい、いいですね、気にしないですか。で、それで声優の世界にも、と声優活動しながら歌も、自然とその声優と歌を両立させるっていうことが最初から自然にできたっていうことなんですね。なんかそのヒロインの役を、モンタナ・ジョーンズのメリッサ・ソーンという役をいただいて、で歌うことになって、それがポニーキャニオンさんでね、でアルバムも作りましょうっていうお話になったんですけど、その一つレギュラーが決まったからといって声優になれるわけじゃない、なれたわけじゃないから、他の日はアルバイトで声優じゃないや、キオスクに行ってたんですけど、その他に声優さんの歌うイメージソング、キャラクターソングの仮歌のお仕事をさせてもらってたので、ランマ2分の1の仮歌の時に、その時のディレクターさんがアルバム作りましょうって言ってくださって、それでもうなんか夢のような、あ、でも諦めなくてよかったって思う現実が目の前にあったっていう感じ。アルバイトをもうしなくてよくて、ある種その、芸能活動というか、声優活動、音楽活動で専念できるようになったっていうのは、もう割とその94年ぐらいからもうそういう感じになったんですか？モンタナ・ジョーンズの後もう1年ぐらいはずっとアルバイトしながらだったので、私もおじゃまじょドレミやってる時もバイトしてましたよ。おじゃまじょドレミって、おじゃまじょドレミって何年ぐらいでしたか？何年ぐらい、7年ぐらい前じゃないですか。声優さんが、結構割とメジャーなアニメでしたよね、あれね。そうですね、結構声優の仕事って週一に、何時間拘束とかだから、他の日が空いてるんですよね、だから、なんかしてないと不安になっちゃう。そう、しかも鳥の時間って短いから、6時間ぐらいの拘束でしょ、長くても。
じゃあもう 月金でなんか仕事があるとかそういう感じじゃないんですか。全然ないから、あとの日はみんな。あの空いてる時間は岩さんは何やられてるんですか。もうレッスンとバイトの繰り返し、ボイストレーニング行ったり、あとはもうアルバイトばっかりしてたかもしれない。今はどうされてますか。今ですか。すごい具体的にどうしようバイトしてたら気をつけになったらすごい大行列できるよね。バイトしてますとか言っちゃって探してくださいとか言って冗談ですけど、俺もなんか仕事なくなったら気をつけてバイトしよう。今もね、大変ですよね、なかなか。ライブに向けての準備とかをしてますね、レッスンとか。音楽活動はいつぐらいから本格的にやられてるんですか。そうですね、なんか今が本格的と感じていて、実はもちろんたくさんやらせてもらってるんですけど、今すごくこう自分の歌を、あの喉のコンディションとかそういうことじゃなくて、心の底から歌えるなっていう、河村隆さんにデビューするしてもらって、だから出会い、まずじゃあ出会い、そうね、出会いはね、私はね、あの言っていいんだよね。もういいね。そうなんです。ごめんなさい。喋りたくてうずうずしてます。そうなんです。ね、あのね、私が喋る。僕が喋りますよ。喋って。多分ね、見てる人たち、あの人誰なのかとか、すごかったと思うんですけど。洋ジャンコのプロデュースをしてくれて。それをあと5分早く言ってほしかった、僕は。坂東英二さんっていうのじゃなくて。紹介がね、一番最初の紹介。なんか、だってさっきまで、どんどん一人で喋ってきてたのに。紹介されないと話に入っていけない。もうね、ほら、河村隆さんですって、最初にね、ここに来たから。だから、喋ってほしいな、喋ってほしいなと思いながら。そしたら、まず紹介して、紹介してくれると嬉しいな。そうですね。ま、あの、まず、まあ、出会いもそうなんですけど、あの彼はですね、2004年の国際コントラバスコンテストで、はい、日本人初最年少にして最優秀賞を受賞した世界チャンピオンのウドベシストなんです。やめましょうよ。やめましょうか。いや、続けてください。そう、ウドベースで、若き天才、もう世界チャンピオンになられた方なんですけど、そこにあの至る前に出会いがあって、じゃあリュウ君喋ってもらっていいですか。どうぞ、僕はもう聞いてます。リュウ君が、リュウ君と、まあ、呼ばせてもらってます。12歳年下なんですけど、高校生、彼が高校生の時に私のコンサートに来てくれたんですよ。そうなんですよ。それはどういうつながりで。つながりを今思い出すことはできないんですけども、ファンクラブにも入ってたんです僕。日本中華ファンクラブにも入ってくれて、ヘビーファンだったんですよ。あ、もうそれは声優オタだったってことですか。いや、岩尾純子の、岩尾さんのファンだったんですか。ライブから僕は入ってって、音楽、本当に音楽のアーティストとしての岩尾さんから入って、その時僕ベースも始めてなくて。あ、そうなんですか。高校生の時に。はい。そんな驚くとこじゃない。だってそんなちっちゃいところやるんかと思ってた。そうですよ、私もそう思ったの。この秋始めたの。天才じゃないですか。そうなんですよ。コントラバス始める以前は楽器はやられてたんですか。なんかエレキベースを16、17の頃から始めていて、はいはい、割と僕すごく運が良くて、18ぐらいのところからそのエレキベースでお仕事をさせてもらってたんですね。あ、なるほどなるほど。で、20歳をきっかけにウッドベースを初めて、うん、あの先輩ミュージシャンに両方できたら仕事が2倍になるよって言われて、あ、そうだなと思って、そういう不純な動機で始めたんですけど、うん、それでまあ高校生の時に岩尾さんのライブに行って、中学生の時ですよ。あ、中学生、中学生だったの。14歳の時です。本当。じゃあベースすら始めてない時、もう何も始まってない時ですね。すごい。そっか。それでファンクラブにも入り、そうなんです。もういろんなとこまで追っかけて、うん、北海道で会ったのを私覚えてるんですよ。北海道まで来てくれたこと。ガチのファンじゃないですか。もうやばかったわざわざ東京から富良野のライブに。札幌じゃないですよね。札幌じゃない。札幌は結構かかりますよね、富良野って。そこに来てくれて、それでね、あの何人も他にも来てくれたんですけど、はい、お友達と一緒にね、仲間と一緒に。その頃の面影は今も残ってますか。全くないです、ね、全くないです。あの全くないですって言っちゃった。とにかくあの握手をねしながらお話ししたことをとっても覚えてるんですけど、あの、まあ、プロのベーシストを目指してるんですっていう、その力強い声と
こうなんか目力になんかこの人絶対プロになるだろうなってなんか思ったの。その14歳の河村少年と、その時は高校生だったんですよ、高校生になって、うん、そう、中学生で見に来てくれてた時は私は知らなかったんですけど、その後じゃあそのいくつか 何度もコンサートに足を運んでるうちに認識するようになって、うん、握手会っていうあの、ね、うん、お体に触れるチャンスがあるお触りたい、その時にですよねその時に、まあ、本当になんかあこの人なんかオーラがあるなって、高校生で、はい、ベースも始めてた頃で、周りの方たちもスーパー高校生だっけ、なんかそんな呼び名もあったりして、そこまで掘り下げれるとは思わなかった、あのなんかすごくこう努力家っていう感じが伝わってきたんですよ、お話ししてて。でプロになるだろうな、なってほしいな、でいつかこうファンの方と共演できたらいいなって、ファンの方が作ってくれたバンドで歌えたらいいなって思ったの。優しい。コピーバンドともやってたんですよ、バージョンで。実際コピーバンドも作ってくれていて、僕もシシドルミのコピーバンドやったことあります。もうリアルに。そうですか、対バンしました。すごい、ね、本人が禁止みたいな。本人禁止だって。どういうこと。冗談、悪いじゃん。なんかコピーバンド作ってくれたのも初めてだったし、うん、嬉しかったから、私はあのメンバーの中で歌いたいって本当に思ってて、でその後ずっとあのだから僕がそのプロの音楽家になろうと思ったきっかけを与えてくれたのは、まあ、悔しいんですけど岩純子さん。悔しくないんじゃない。そう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 、すごいな。そのコンテストで優勝した時に、うん、インタビューで一番影響を受けたアーティストは誰ですかっていう、はいはい、インタビューあるんですよ。そうですよね、そんなもん当たり前ですよね。で純子岩尾っていう、でもコントラバスのコンテストだから、はい、まあプレイヤーですよね。その人はどういうコントラバス奏者なのか肝心の質問とか書いてきたね。そのぐらい、いや嬉しい、そこでも名前を出してくれたっていうのを後で聞いてね、嬉しかったし、まあずっとご活躍してるのをこうホームページとかでも私も見ながら、あすごいなこの人、めきめき有名になって大きくなっちゃう、すごいなと思って、ね、あの体まで大きくなってるのは知らなかったんですけどとにかく何かあるとメールをね、うん、あのお誕生日おめでとうございますとか、はいはい、ツアーおめでとうございますとか、そういうのやめてるんですけど、もちろんこうたくさんの方がくださるので全部読ませてもらってるんですけど、で継続的に岩尾さんがその音楽活動とかライブとかやられてるのは、それはずっと河村さん、僕はデビューが18ぐらいの時からお仕事をやるようになって、やっぱりライブってかぶっちゃうことが多いんですよね。なるほど、週末で、週末で、なるほどなるほど。だからもうそっからはどのぐらいだろう、7年ぐらいライブに行けなかったら、ああそうだったんですね。すっごく久しぶりに来てくださる前に、その久しぶりに行きます、数年ぶりに行きますっていうお便りというか連絡をもらって、はいはい、でなんか私も早く共演したいなっていう気持ちがどんどん高まっていったので、具体的にじゃあその共演され始めたのが2008年の2月18日で、それはもう私のバースデーライブだったので、日にちも年も日にちも覚えてるんですけど、その年にあの、まあ、それまでにずっとベースを弾いてくださってた方があのちょっとご都合でできなくなってしまったので、はい、あの本当に急で申し訳ないんだけれども、その日空いてませんかっていうのをメールが来たんですよ、はい、メールしたんです、河村龍様って言って、岩尾純子っていうメールが来て、はい、まさかみたいな感じで開いたら本物で、本物が、初めてお返事をしたような感じなので、メールはだから一方的にもらってて、見てるからねっていう状態だったので、はいはいはい、初めて送ったのに信じてもらえなくて、どんな気持ちでしたか。いやもうなんか僕の人生はもうここで一つゴールをしたなって思って、まあ、そうですよね、それはね、まあ、あとはおまけみたいなもんだなって思ったんですけど、本当に急でしたね、本当に急だったんですよ、非常識なくらい急で、だから3日後ぐらいそんな、さすがにそれはなかったけど結構本当に急だったですよね。1週間ぐらい前のそのリハーサルに間に合いますかっていう、そんなもの空いてなかったんですけど、もうそこで空いてます、空いてたんだよね、嘘に決まってるじゃないですかそれをじゃあ、まあ、誰のスケジュールだったかは言えないですけど、あそうです、すいません、どうやって断ったんですか、すいません、やんごとなき事情で
その日のライブを辞退させていただきますみたいな。ライブだったんですか。そうなんですよ、あんまり言っちゃいけなかったなこれは。日にちまで、年も日にちも言っちゃった。でもです、そう、とにかくその時がきっかけで、こういうベースを弾く方がいるんだってやっぱ感動して、で、また次の機会もぜひお願いします、次の機会も次の機会もって言ってる中で、はい、もうバンマスとしてアレンジも素晴らしいし、はいはい、もうぜひお願いしますということで、岩尾純子のプロデュースも全面的にお願いして、で今も1曲目私すごいびっくりしちゃったんですけど、うん、わこの人音で喋ってるっていうかすごいなと思って、うって見ちゃいましたよね、目があって。その割にはなんか僕演奏してる僕の顔見て笑ってました。だってすごいと思って、私が喋ってるとこしか知らなかったから。この間番組にお邪魔して、そうなんですね、演奏の場面は見れなかったですね。そうなんですよ、だからすごいなと思って。そう、喋ってる時と全然違うんだもんね。あ、ごめんね。いや、演奏した時、いい意味でギャップがあるってことですよね。演奏した時はね、なんかすごい人だなって、ちょっとさっきのアーカイブ後で見てほしいんですけど、うん、私の方見て笑ってましたよね。そうなんですね、あまりにもすごい笑われてたから、だすごいと思って。あ、そうだったの。そう、そんなに顔が変かなそっか、でもじゃあもう実際に川村さんと組まれて、はい、まあ、アレンジなんかを任せするようになって、はい、どこがそれまでの音楽活動と変わりました？まあ、川村さんと一緒にできるようになってからはもう全曲アコースティックで、うん、レコーディングもそれからライブもできるようになったので、それが実はずっと理想の形だったので。そこら辺もルンルンと近いよね。そうですね。で、さ、これ言っていいのか分かんないですけど、純子さん、私もギターをやりたいと思って、さっき純子さんの見てたら本当にすごい指弾きされてて、なんかただストロークはできない。そう、ストロークが全くできないんですよ。じゃじゃん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 、順番がめちゃくちゃなんです。普通 C とか、うん、左手を抑えられるにもかかわらず、こっちはこんな動いてるのに、普通そっちから始めますよね。こっちでしょ、こっちギターって。このポロンポロン、なんかアルペジオ的な弾き方をするっていう。でもストロークが弾けないだけならまだしも、私も自分が何を弾いてるのか分かってないんですよ本当に。アコードが今、そう、感覚だ。だから B フラットとか言われても、さっきの、そう、さっきのあそこのコードなんだけどって直そうとしても、どれのことか分からない。要するに位置として普通にデジタルで覚えているだけなんですね、弾く位置を。一個一個の音で覚えてるって感じなんですね。だからもう会話が成立しないですよ。原始的。すごい原始的ですよ。時間がかかるやり方をし始めちゃったんだけど。その分すごい感覚的に優れてて、すごいですよね。だからなんか弾きたいと思った曲はもうスカボロフェアとかも、うん、もう4小節7時間ぐらいかけて、うん、それはかけすぎだと思いますけど。努力家ですね。拾うの、すごい。なんか、あ、1日経っちゃったみたいな。それはもう感覚のみで拾っていくんですか。そう、譜面があれば書いてある。譜面があってもわからないので、全く読めないわけじゃなくて、ピアノ習ったりとかも、あと学校の授業で音楽だけは大好きだったので、全く読めないわけじゃないんだけど、コード譜っていうものがなんかなかなか体に入ってこなくて、でもちょっとずつ今勉強してるんですけど。どうですか、そのこの、岩尾さんも、まあ、そういう音楽的パートナーと2人でアコースティックセットをやってて、まあ、ルンルンも音楽的パートナーの重原浩平さんと一緒にやってて、2人でなんか世界を作っていくっていうのはどんな感じなんですか、その音楽的世界。多分でもそれぞれ違うと思いますね、なんかやり方が、うんうん、そうですね。川村さんから見て、伊藤さんというシンガーはどういうシンガーですか。まあ、かつては神だったと思うんですけど。そうですね、もう今じゃこんな感じになっちゃって尊敬はしてるんですけど一応。まあ、実際に近くでいろいろ接してみて、なんか印象が変わったところとか。やっぱりその見た目よりも思ったよりも相当頑固なんですよ、いい意味で。その音楽に、自分の音楽に対してすごい一本通ったものを持っているんだけど、こう今まではこう伝え方が下手だったり、まあちょっと伝えきれない部分っていうのはすごく多かったと思う、うん、僕がバンマスをやる前っていうのは。だからその彼女の本当にやりたいことっていうのが表面に出るのにすごい時間がかかったり、また出し切れなかったりするっていう場面が結構あったと思うんですけど、
よくだからアレンジする時もその自分のこのアレンジを押し付けるというよりは本当に彼女の要望に寄り添うような形でこう作っていく、うん、で僕があのバンドメンバーも集めさせてもらったんですけど、そうなんです、彼らもそのすごい人の音を聞くことにすごい長けてるミュージシャンを集めたので、だから苦労っていうのはないんですよね、うん、音楽を作っていく上でより自然な方向に行くように仕向ければいいだけっていうところがやっぱり、うん、でもそれは陽順子さんの素材というか、なんていうんですかね、基本となる部分が素晴らしいからなんだろうなと思いますけど、嬉しい、ありがとう、いい話だ。でもなんかここまでね、音楽の話聞いたらちょっと実際に曲もね、なんか聞きたいんで、うん、そろそろライブの準備を、トマミンがリクエストしたい曲があるらしくて、ちょっとじゃあ呼びますか。はい、いいですか、元気かわいい感じ、お腹空いたみたいなんで、リュウさんが、じゃあまず召し上がられます。いただきます。じゃあ後ほどということで。はい、完結したよ。歩くなました。あ、椅子ですね。ごめんなさい。どうですか、膝の上とか座りますか。大丈夫。大丈夫です。はい。ありがとうございます。若いのにおじさん見てる。おじさんって言われてるよ。さっきから僕立ち位置の遠近法おかしい。おかしい。立ってるもんね。トマミ今。まあ、前来てください。はい、とんでもないです。はい、はい、私ものすごくあの純子さんの歌ですごく好きな歌があって、うん、あの夜の歌っていう曲がもう本当に大好きで、もうずっと CD を何回も何回も聴いて、うん、その時はあのカラオケとかに入っていなくてですね、うん、もうなんかカラオケ店に何回も問い合わせしたぐらい好きで、あのその歌をもしあのよければ今夜生で歌っていただきたいなって思うんですけど、ここでまさかここで断ったらすごいですね。断ってましたが、段取り無視みたいな。あの夜の歌は、はい、最近私も弾き語りライブとかで歌わせてもらってるので、はい、でもあのカードキャプターさくらのね、大道寺ともよちゃんの歌、はい、ありがとう。あのともよちゃんの声じゃなくても、あ、もうそれはもうともよちゃんのそれはキャラクターの声で歌われてる。そうなの、レコーディングもあとそのテレビで流れた声もともよちゃんが歌ってる、ともよちゃんのために作られた歌なので、なるほど、そうなんです。それをじゃあ、でもありがとう、リクエストあのしていただいたので、いや、こちらこそありがとうございます。皆さん、皆さんやりました。なんかライブがあるんですよね。ありがとう、はい、そうなんです、もうすぐ、あさって、そうなんです、はい、お、テレビショッピングっぽくなりましたか。ちょっとこれアップになりますか。これ今日テロップがないので、テロップがないので、はい、もうちょっとアップになっていいですか。はい、来た、はい、ありがとうございます。岩尾純子ライブ2011、はい、復興支援ライブ、あ、復興支援ライブ、はい、ヒールフォーピープルという第1回目になります。復興支援ライブの第1回目、3月27日日曜日、横浜館内かもめという会場で行います。お昼の部ファーストがですね2時開演、そして、夜の部セカンドは6時開演となっております。出演はまあ、ボーカルは岩尾純子で、川村隆さん、そしてピアニストの熊谷康政さん、そして夜の部の方は、ギタリストの道下和彦さんが来てくださいます。あ、これあのファーストセットとセカンドセットでピアノとギターという違いがある。そうなんです。そうなんです。あえてなんてこれファーストとセカンドは、まあ、ほとんど曲は同じなんですけど、うん、ギタリストとピアニストがこう演奏することでどういう違いがあるのかっていうことを、アレンジなんかも若干変えたりして、それはじゃあもうこれ両方ファンだったらまあ両方、うん、そうですね、当然やはり2回見ないと本当の良さがわからないかなっていう、うん、こういやらしい。ちなみにあのライブをやるときに MC もこういう感じなんですか。僕はまた喋らない。すごい、あのね喋りますよね、明らかに喋りますよね。あの喋るマイクを置いとかないと逆にお客さんが物足りないっていうアンケートを書いてくれるぐらい、なるほど、ね、もう定着されてる、はい、リュウ君の喋りと演奏を楽しみに来てください、ね、今日はまだマシな方なんですけど、基本的に彼女の MC は何を言ってるかわからないんです。
本当になんか注釈というかこう、それいつも、ね、サポートがないと人に伝わらない。ボケツッコミみたいな。そうなんです。でも今日はすごいしっかり。そうなんですよ。だから私が言うなって感じだけど。質問形式だから、ね、質問形式だから、ね。あ、皆さんの質問が良かったんですか。いや、分かんないですけど。それは。だから本当にね、いつも何を言ってるか分かんないっていうのはよく言われて。はい、でも現場現場で、私は吉宗しか一緒にお仕事してないですけど、うん、例えば檜山さんがいらっしゃったら、うん、それこそ通訳の役っていうか、うん、もうみんな大好きだから、うん、みんながフォローするんですよね。純子さん。それに甘えて生きてきたんですね。これあのライブは、はい、行きたい方は、問い合わせ先とか、ね、ちょっとあのテロップの下、テロップというか、お手数をおかけしますが、メールお申し込みいただけると、まあ、会場に直接来ても当日はあるんですね。はい、当日券あります。で、問い合わせも一応番号はありまして、はい、JIRAND044-272-8860、 こちらの方に直接お電話でチケットを予約していただいても構いません。これ僕言うとこじゃないですよね、はい、これあれですよね、あのメールの方もあの、はい、岩尾さんの公式サイトの方からこれは申し込みができるってことですよね。そうなんです、ありがとうございます。なんで多分、まあ、Twitter とかのタイムラインとかで誰かが貼ってくれると思うので、はい、よろしくお願いします。それとあとあの純子さんの番組で STT、 そうなんですよ、ありがとう、ね、今度4月9日にあるんですよね、はい、そうなんです。毎回豪華ですよね、ゲストが。いやー、この間も山寺宏一さん、まあ、山ちゃんは本当にあのデビュー当時から、うん、たくさん共演させていただいて、舞台も以前一緒にやらせてもらってたこともあって、うん、来てくださったんですけど、それがもう24回目。そう、24回目、ニコニコ生放送とユーストリームの同時放送なんです。それもともと始まられるきっかけって何だったんですか。そのこれはもともと私がラジオをもう一度やってみたいなって思っているところに、ほうほう、じゃあやりましょうよってリュウ君が言ってくれて、あ、なるほど。でそこにあの私のことをあの取材してくれていた、ツイッターのことで取材してくれていた、はい、今番組プロデューサーでもある渡辺さんという方が、はい、え、だったら映像にしませんか。あ、なるほど。最初はポッドキャストで配信しようと思ってたんですよ。なるほど、はい、私はもう今はニコ生というストリームスですよっていう。そうですよね。あ、そうなんです。それがきっかけで、この3日後にね、去年の5月から、そう、そんな話してた3日後にもスタートしちゃって、で最初は1人だったんですよ、うん、でこう影の声的な感じでりゅうくんが入ってくれてたんですけど、2回その時のゲストプレイヤー、ライブのゲストプレイヤーでお迎えして、うん、2回目からは川村りゅうくんと私の番組になって、3回目からはあのその2回目に来てくれたギタリストの大内圭くんがメイン。でものすごい頻度で会ってるんですね。そうですね、もう言い合ってぐらいそうだよね。そうですね。うん、もうね、そろそろ、いや、なんでもない。そろそろ、そろそろ曲の方に。でも本当冗談抜きで本当になんか明るく、最後そうですよね。そうさせてくれて、楽しい、なんか、うん、よく笑うようになりました。また来てください。ね、STT もぜひ、うん、私も本当に純子さんのあのツイキャスが大好きで、あ、ありがとう、うん、夜中に突然、あ、そう、今毎日11時半を、うん、まあ、目標に、そのニコニコ番、ニコニコ生放送とかユーストで番組もやってるのに、はい、個人でユーストもやられてるんですか。ユーストじゃなくてツイキャス声のみなので、ものすごい想像するんですよ。あの犬にヤシヤシヤシとか言って、ハッハッハッって犬が出たりして、もういいって始めるとハッハッ興奮しちゃうの。こっちが興奮するみたいな。一回ツイキャスに本当に寝ちゃった時が、寝ながらすごいサービス放送があったんです。寝息かなんかが聞こえて終わる。そうでしょ。バーッみたいな感じみたいな流れてるね。そこまでやってますか。分かんない、どうだったのか。いや、本当にレアだな。本当に寝てしまって、なんか起きたら7時で、あれ？でも放送は続いていたみたいな。切れますよね、30分で。そう、30分で切れてるから、よかったと思って。それ、あの、Ustreamで切れずに、あの、漫画喫茶で神田俊明さんっていう人が、ずっと500人ぐらいが、その、あ、その人が、ずっと寝、いびきかいて寝てるところをみんなで見るっていうのが1年ぐらい前にありましたね。そうなんだ。見た見た。先にやられてたんですね。私でもそのあのね、だいぶ前です、1年ぐらい前かな。もうみんなそれでごちそうさまでした、ね、そうだったんだ。なんかどうなってたのかが全然、ね、うん、失礼しました。今はちゃんと喋ってるので。そうですね、ちょっとじゃあ今度またぜひ聞かせていただければと思います。はい、
ということで、じゃあちょっとせっかくですから何の曲でしたっけ、夜の旅、夜の旅、はい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと準備をお願いします。はい、はい、準備のスタンバイをしている間、ジングル的なものがかかるのかかからないのか。かかります。かかるんですか、はい、今日はない、今日は、まあ、じゃあ音もなく、じゃあ僕らトークでつなぎましょうか。はい、トモミンじゃあ終わり。はい、いやー本当に興奮してたよね。でもね、いやもう言葉に詰まってしまいました。すごいな、すごい。いやまたあのコントラバスもすごい年季が入った、すごくいいね、すごい、かっこいい。いやこれつってるよ。そんな出会いだったんですね。ねえ、びっくりした。ちょっと待ちです。ガチファンからね、うん、番組共演っていうところは実はここにも共通点が。本当です。なんかめちゃくちゃ見てるのかと。いやねえ本当に、いや楽しみ。川村さんはでもいつからあんな性格なんだろうね。なんか中学生の頃からあんなサークルだったのかどうかが気になるところですが、そんな感じしますね。はい、スタンバイの方は大丈夫な感じですか。大丈夫ですか。はい、じゃあ、じゃあ山本純子さんのライブをじゃあお楽しみください。はい、それではともみんからリクエストいただきました、夜の歌を聞いてください。夜の空にまた
とうございます。では、もう一曲だけ歌わせていただきます。あ、どうもリクエストどうもありがとう。ひらこさんありがとうございました。ありがとうね。では、私が作った曲に谷山ひろこさんが作詞をしてくださいました。ここにいるよという歌を今聴いてくださっている皆様にお送りしたいと思います。それでは聴いてください。
ありがとうございました。タイムラインを見ていてもね、すごい素晴らしい歌声で CD 買うって言ってた人も出てきてました。嬉しい、ありがとうございます、うん、あの最後に歌わせてもらったここにいるよという曲は、はい、あの気持ちというアルバムに、はい、あの収録させてもらってるんですが、はい、谷山ひろ子さんプロデュースの、はい、でも、10年以上経って今の私でレコーディングをし直したものが巡り合いという今一番新しいあのミニアルバムに収録されています。川村龍さんにプロデュースしてもらった、あ、はい、アコースティック、あ、それもじゃあ今もう本当に買え、あの、はい、ライブに行っても買える、そうですね、巡り合いは、はい、今お求めいただけるはずです、はい、じゃあぜひ皆さんあの Amazon や町の CD 屋さんでチェックしていただければと思います。ぜひ、はい、ありがとうございます。ライブは、はい、はい、喋りたくない噛み締めてる、帰ってベッドの中で寝たい、ああもう結構、ね、眠い、気持ちのいい眠気が来てるんですか、いやなんか本当にね、もう、うん、大丈夫、いや一番近くでこんな観客がもう本当に数人しかいない、目があったよね、なんでこっち見て歌ってくれたのにありがとうございます、ね、この今いるね、このトモミンがまた5年後とか10年後ぐらいに何かのコンクールで世界一になってね、はい、また横にいたりとか、そう標準コバンドにまた入るっていうこともね、頑張らないとですね、はい、どんどんね音楽の輪が広がっていったらいいなって、うん、たくさん交流できたらいいなって思ってます、はい、うん、ということで岩尾純子さんのライブでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、うん、すごかったですね、なんか本当に、はい、落ち込むこともねなんか多い昨今ですが、こんなやっぱり音楽の力というかですね、本当に良かったなと聞けて、素晴らしいですね、うん、どうしましょうか、私たち視界向いてないそろそろエンディングに向かっていく感じですよね。いやどうでしたか、でもあの何やってたの、その最後にオープニングするトークな気がするけど、この1ヶ月は、私はね本当に歌いまくってましたね、お、はい、あの結構なんだろう、メジャーの人って今なんか自粛みたいな感じで、ね、確かにね、ライブをどんどんライブハウスキャンセルして、ライブハウスもやっぱり生活があるから大変じゃないですか、ね、しかもだからライブハウスとかもね、今あの節電が、ね、あるから、あんまりそういう野球と同じ で電気いっぱい使うから、でも例えば20人が部屋消して集まれば大丈夫じゃないですか、でなんかあのこの日は空いちゃったんでじゃあ行きますよ って歌いにいろんなとこに行ってました。じゃあかなり歌ってた、うん、今までで一番歌ってたかもしれない。お、なるほど、その中から見えてきたものとかって何かありますか。いや私もギターをやろうと思って、ギターシシドルミンギターを、だってそれ持っていけば歌えるわけで、あ、一人でもね、はい、うん、誰か知り合いのミュージシャンがそれに出るっていう、例えばツイッターを見て、うんうん、あ、私もそれ出るっつって行ってたんで、うん、あれはピアノっていう選択肢はないの、ないピアノではキーボードではなくギター、はい、バトン回しながらバトン回しながら歌うで、トモミに踊ってもらったまあでもね本当にね、やっぱこういうどうしてもその震災でかなり、まあ、心がね、あの皆さん落ち込んでる人も多いと思うんですけど、むしろ多分これからね、あのすごく大事になってくるのは娯楽というか芸術文化音楽、本当音楽家の人の役割ってすごい重要になってくると思うんですね。そうですね、あとみんな周りのミュージシャンとかも作る音楽が違ってきたりしてますね、うんうん、逆に言うとでもまた音楽家っていうのは音楽を作ることでしかね、多分そういう意味で あのやっぱりできないだろうし、もうやっぱりそれぞれがそれぞれの役割でね、何をでやっていくのかっていうことが多分これから、まあ、音楽と多分社会との、ね、関わり方っていうのも相当変わってくるとは思う中で、逆にまた音楽の重要性も高まってるのかなと。本当にあのどうしようこれね、震災の当日オイル延期することになっちゃって、まあ、オイルそのものをどうしようかみたいなところもね、やっぱりちょっと少し
考えに及んだところがないわけでも全部やめる的な、いやいやいや、だからでもそういうことをやっていけるのがっていうのもなかったわけではないんですけど、本当そんなの津田さんだけだよ考えてたの。そうですか、そうですか。いやでもあのいつから、いやなんかあの再開するにしても結局そのまだまだあの世間がねまだ災害特番とかやってる中で、どのタイミングで復活させて必要がいいのかなみたいな、やっぱ僕も結構考えたところではあったんですけど、まあとりあえず本当にもう日常、まあ、ずっとねこれ多分あの原発の事故にしてもおそらく本当に数ヶ月数年単位みたいな形で今の状況結構続くんじゃないかっていうのが言ってる中で、まあそれを我々がですね、まあ、日常の中に受け入れてなきゃいけないわけだから、それはつまりだからやっぱり日常っていうのをちゃんと取り戻さなきゃいけないってことでもあるので、まあ、きちんとまたこのオイルみたいな番組が日常に戻っていって、まあ、これを見てねなんか楽しんでもらったりとかいい音楽に触れてもらって、まあ、明日へのなんか元気みたいなものをね、うんうん、あの取り戻せてもらえればいいのかなっていうふうに、はい、普通にアニメのすごくポジティブに今思ってますよ。アニメのアフレコとかも普通に始まってるし、4月からドロロンエンマくんも、うん、大丈夫なのかなっていう、うん、はい、アニメが始まります。またねそういう意味ではなんか岩尾さんとルンルンの共演するアニメとかもね、うんうん、あったらちょっと見たいなっていう、ねね、ちょっと見てる人ちょっとお願いしますみたいな、うん、いあともみもねぜひ忘れないでしょ。あとねやっぱりちょっと今日一番僕が良かったなと思うのは、チャンスは東京駅にあるっていうチャンスは東京駅のキオスクにあるっていう、ね、すごい話ですよね。いやこのインターネット時代にむしろこういうリアルな場所って結構重要じゃないかなっていうのもすごい結構示唆的な話だったなと思いました。はい、いやよかったです。でもなんか今日久しぶりに復活できて、僕自身のなんかちょっとすごいもうなんかある種うつうつとする情報で一日中ずっとツイッターとかに向き合っていたので、まあなんかちょっと少しいろんなことをちゃんとやっぱり日常を僕自身も取り戻していく中で自分のできる仕事やっていかなきゃなと思ったので、すごくなんか良かったなと思っております、うん、はい、はい、そんな感じで僕の喋ることは大体喋ったんですが、わかりました、はい、ありがとうございます。回していいですか、はい、ちょっと締めてもらっていいですか。まあこれ隔週でやってるんで、また2週間後にはやろうかなと思ってますけど、うん、はい、ゲストをどうするかですよね。次回以降ね、直江さん出てほしいですね、まあ、直江さんにも出てもらいたいし、まあ、あとはゲストの方もね多分皆さん多分予定がいろいろ変わっちゃってるっていうのもあるだろうから、うん、その辺もまあ調整しながら、まあ、日程も調整して、はい、まあフレキシブルに番組自体は続けていきたいと思ってるので、続けようよ。え、うるさいうるさい、来た、なんか暴走族暴走族の人が後ろにいるそんなねこともありながらね、はい、番組は続けていくし我々の日常も続いていくので、はい、これからもオイルインライフをよろしくお願いいたしますということで、はい、ということでオイルインライフボリューム5、こんなところで、どうも次回また2週間後ぐらいにやると思いますんで、はい、また決まったら告知するんでよろしくお願いします。それではまた、またね。こんなの雪一人じゃ寒くて眠